皆さんこんにちは、ビリレジェンド大林です。今回はお客様からですねいただいた質問にお答えをしていきたいと思います。有酸素運動をしても筋肉が落ちないようにするための方法を教えてくださいということでした。結論から言ってしまうと、有酸素運動しながら筋肉量を全く落とさないっていうのは不可能に近いんじゃないかなっていうふうに考えてます。まあその有酸素運動をやる目的にもよるんですけども、健康目的で1日30分ぐらい近所を散歩するとか、まあ犬の散歩とかですね、軽くジョギングするとか、その程度の有酸素運動でしたら筋肉が落ちることってないと思うんですけども、この YouTube チャンネルご覧になっている方は、まあトレーニングなんかをねよくされていて、体作りをされている方が多いと思いますので、おそらくですね、減量をするため、体脂肪を落としていくために有酸素運動をやりたいなって思ってらっしゃるんじゃないかなというふうに私は考えているんですけども、減量目的で有酸素運動をするという前提でお話をさせてください。そもそもですね、減量をしている時点で筋肉はどうしても落ちていきます。タンパク質をしっかりとるとか筋トレをしっかりやるとかで、なるべくですね筋肉量が落ちるのを食い止めようとはするんですけども、どうしても体脂肪を落とそうとして摂取カロリーよりも消費カロリーの方が大きい、食べた以上に消費するっていう状態は、体脂肪はもちろんなんですけども、筋肉もどうしても落ちやすい状態になってしまうんですね。これもどれだけですね体脂肪を落とすのか、どれぐらいの体型からどれぐらいの体型まで変えていくかっていうところにもよるんですけども、大多数の方の場合は体脂肪を落としていく過程で多少はですね筋肉量も犠牲になるというふうに思っておいてください。やっぱり有酸素運動も長くなればなるほど筋肉量が落ちやすくなってしまいます。なのでその筋肉量が落ちやすくなるというリスクと、体脂肪を落としやすくなるというメリットを天秤にかけていただいて、どっちを取るかっていうことを判断をしていただければなというふうに思います。なるべくこう有酸素運動をやりつつも筋肉のロスを最小限にしたいということであれば、なるべくですね減量とはいえカロリーをなるべく取りながら減量するようにしていただくっていうのが一つですね。要するにこの摂取カロリーと消費カロリーの幅をなるべく少なくする、で長い期間をかけてゆっくりゆっくり落としていくようにしていただくと、よりですね筋肉量の落ちていくのは抑えられるかなと思います。そして有酸素の種類も中途半端な強度でやるよりは、思いっきり強度の低いもの、まあそれこそ犬の散歩とか近所のウォーキングみたいな息も荒れないようなごくごく低強度のものか、インターバルのダッシュみたいなですね、ヒートとかって呼ばれてますけども、高強度のインターバルトレーニングのようなめちゃくちゃ強度の高いもの、このどちらかにしていただくと筋肉量のロスっていうのが抑えられるかなと思います。一番良くないのは中途半端な強度で長い時間ダラ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 やってしまうということなので、思いっきり強度の低いもので長めにやるか、思いっきり強度の高いものを短時間集中して頑張ってやるか、どちらかに絞っていただくと、より筋肉のロスっていうのは抑えられるんじゃないかなというふうに考えています。ということでですね、今回は有酸素運動をしながらでも筋肉量を維持することができるのかどうかということにお答えをさせていただきました。この問題に関してはですね、本当にその人の減量をスタートした時の体型とか運動歴なんかによってだいぶですね変わってくるものではあるので、今私が説明したことが全ての方に当てはまるというわけではないんですけども、多くの方の場合どうしても有酸素運動をしながら、まあ、減量していくという状態の時はどうしても多少なりともですね筋肉は犠牲になってしまうんだということは頭に入れておいていただければなと思います。他にも何か聞きたいことがあればコメント欄の方によろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。